皆様お疲れ様でございます。今日もファーミングシミュレーター1号で、プラチナトロフィーの獲得を目指して進めていきますね。これ前回のですね。これは大丈夫だ。前回の、そうか、前回終わったのが、なんだっけ前回終わったのが、ちょっと待って、トラクターうるさいから降りたい。そうですね、プラチナトロフィー獲得目指してなので、トロフィーをね、取っていかないといけないんですけど、一つ、次元ですね、時間制限のあるトロフィーがありまして、それがこちらですね、やりくりベタ、初日から残高がマイナスになった。で、トロフィー獲得率が 18.2% ってかなり低いんですけど、これ初日でこのトロフィーを取らないともう新しいデータ作らない限り取れないんですよね。なのでこちらをまず一番先に取らなきゃいけないので、これを取りに行きますね。車両ショップ、ここはあらゆる農業機械、アタッチメント、家畜の購入売買ができるショップです。新しく購入した商品はこの建物の隣に出現しますが、家畜は自動的に最適な場所に配置されます。 OK。 ちょっとね、まずね、借金をしたいんですよね。どこかな、どこに行けばいい。あ、銀行のマークがあるね。これかな、これ。ショップメニューを開く。 R1、違うね、銀行じゃないね。あれ、銀行のマークはこの奥。あ、ちょっとダッシュを覚えたので、あ、これだこれだ、これですね。 ATM かな、キャッシュって書いてる。財政状況を確認する、これですね。これで初日に資格で借りまくればいいんだ。初日にいっぱい、銀行から最大で20万ユーロの融資を受けることができます。じゃあこれで OK。 はい、これで所持金はいっぱいあるけど、もマイナスなんですよね。1719の感じでそのままいくと。で、この状態でトラクターとかのね、こういろいろ買うんですよ、農機具。あ、ちょっと丸×逆だわちょっと待ってはい、トラクターをこれね、で目いっぱい買っちゃえばいいはずなんですよね。ギリギリで買えるのはこれ、今所持金が10万トンで5853ユーロでしょ。でこれが10万トンで5000だから、これ買えるね。これを購入します。はい、で戻る。あ、これだ、出てきた出てきた。これで今所持金が今残り853になってるんですね。で、ちょっと乗りましょうか。で、これでこのまま1日を終えたら口座の残高がマイナスになるのかな。ちょっと待ってね。この画面じゃないね。ちょっと待って、戻る。R3 だ。R3 で、この財政状況とかが出てくるんだね。走行、車両選択、マップビュー、動物、統計。あ、これかな？統計。この画面じゃない？あれ、どれだろう？これかな？財政状況。あ、これかな？財政状況。で、ここで、初日の、残高がマイナスになればいいので、このままローン利子0ユーロ、あ、まだ払ってないからね、まだ払ってないから0ユーロなんだと思うんですけど、これを1日終えればいいはずなので、ちょっとオプション開いてタイムスケール、あ、ちょ待って、丸飛ばすギャグちょ待ってタイムスケール、これを120倍速。これで、戻る？ OK。なると、この右上に出てる数字が、1秒で2分経過してることになるんですよね。で、これで、12時を超えれば、多分、
トロフィーが獲得できるはずなんですよね。あ、でもどうだろう、他になんか借金するような行動を取った方がいいのかな。まあ、せっかくだからちょっと他の、ね、何があるかを見ながら。ここは何、農業機械を持ち込みで売却する。ああ、さっきのやつとかをここで売れるんですね。確か持ち込みだと2割か3割高く売れたような気するんですよね、あの1719だと。よいしょ、乗って、で自分の農地がどこなのこれ。ガソリンスタンドがそっち側。ちょっとマップが見づらいんだけど、あ、こっちにガソリンスタンドがある。普通の車走ってますね。あれ、これガソリンスタンドなんか入れない。あ、違う、ガソリンスタンドはこっちだ。あ、ここだ、ここだ。ここで R1 給油する。はい、ちょこっとそっかそっか。ん、燃料、車両の燃料がなくなったらここで給油できます。主な道路沿いにも給油所があります。はい、 OK。 でこっちのこれは何、入れないの。お、開いた。ここは何、いろいろとクエスチョンマークあるけど、バイオマスプラント。この施設は近隣の村に熱エネルギーを供給しています。木の伐採を始めてウッドチップを作ったらここで売却することができます。あ、なるほどね、ウッドチップの売却所がここなのね。あー、なるほどなるほど。ここはじゃあゲート上がるのね。で自分の農地はどこ、マップは、マップは何ボタンで開く。こっちじゃないね、ちょっと待って、戻る。マップはなんかさっき、ああ、ここの画面。え、自分の農地どこ、今の水色のマークが多分今の現在地でしょ。あ、ちょっと先なのか。南の方から下っていけばいいのね。画面引いたら音もちっちゃくなる。ちっちゃくはならない。17とか19だと画面引いてね、このカメラの位置を遠くすると、ちょっとあの音、トラクターとかの音もちょっとちっちゃくなったんですけど、あ、なんかマークがあるな、こっちに。ちょ、待って、回りすぎ回りすぎ。ちょっとね、いろいろとマップ探索がちょっと酔っちゃう。え、あのマークどこ、ちょっと。どこにあんの、こっちじゃない、そっち。こっちの方から回ってくるかな。ここ、ああ、危ない、看板引っ掛ける。あ、なんかありますね。はい、ウールの買取所。ウールを売るには羊の放牧地からここまでパレットを運搬する必要があります。このマーカーにパレットを置いてください。あ、なるほどね、羊毛ですね。なんかぶつけた羊毛を売るときはここまで持ってこないといけない。え、なんかエンジンおかしいんだけど大丈夫、エンジンなんかちょっと大丈夫。はいはい。え、何の話してたここまずどこごめんなさいね、ごめんな、無理な追い越ししてごめんね、車の人。こっちから自分の農地に戻れると思ったので、こっちから行きましょう。え、山越えていくの、山というか丘だけど。いや、結構山っぽいね。え、なんか新しく電話のマークとかがあるのかな。これ何、左側この建物、
あ、なんかありますね。電話のマーク。あ、トロフィー獲得しました。やりくりベタ。え、こんな時間で、あ、1日超えなくても、初日ならもういいのね。初日でマイナスになればいいのね。で、ここで、やめる。三角押してやめる。で、セーブせずにこのゲームを終了します。で、はい。で、これで、もう一回戻って、開始をすれば、今、借金を負っていたのを、なかったことにできるんですね。ロードするから。でも、プレステ4の本体の中には、トロフィー獲得したというデータが残っているので、これでトロフィー獲得ですね。はい、ちょっとロードが長いですけど。で、こうすれば、マイナススタートっていうことはなく、本当にまた1からできるので、これだと苦労がなくできるかなと思います。ね、お金もありますね。お金もあるし、時間も戻ってると。はい。で、これまた元のどこですね。ビョルンホルムに来てるんで。はい。じゃあね、これでトロフィー一つ目獲得しました。というわけでね、今日はここまででいいかな。じゃあ今日ここまでにしましょう。ちょっと短いんですけどね。では、ここまで見ていただいた皆様、どうもご視聴ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。またです。